こんにちは。しなやかで折れない柳メンタルを手に入れて、そして行動できる、継続できる人を応援している副業コーチの吉成聡でございます。よろしくお願いします。さて、今日のテーマは不幸な人生を送らないために必要なことということをお伝えしていきますが、結論を申します。夢や目標を持つことです。夢や目標があれば不幸になりません。これ理由としてはですけれども、今がどんな状態であってもいいですよ。お金がない、もう明日ご飯が食べないほど貧乏な人っていうのは、お金がない人っていうのは日本にはなかなかいないと思うんですけれども、ただ毎月毎月の支払いが大変とか、今もう本当に食べるものも節約しているとか、やりたいことがやれないとか、今不幸な方ってたくさんいます。僕もそうです。はい、やりたいことがもうできなくて悶々としています。はい、今不幸であってもいいんですよ。ただ未来にさえ希望が持てれば不幸じゃないです。今辛くてもいいです。今不幸って言っちゃうとあれですね。今辛くても問題ないです。ただ、夢とか目標がありさえすれば、未来に希望が持てれば、どんなに今が辛くても、それは幸せな人生なんだと思います。よくよく考えてみてくださいよ。例えば、去年とか一昨年とかですかね、日本でも信じられないようなうまくいっている俳優さん、女優さんが、自ら命を絶ったりしていますよね。あと僕のこれ知り合いで、知り合いの知り合いの話なんですけれども、5000億円の資産がありながら死んでしまった方の話があるんですよ。ちょっと嘘っぽいんですけど、ただ別に、それが、嘘かどうかは別として、多分本当だと思うんですけどね。もともと1兆円ぐらいの、資産があって、何か投資家なんかでミスって5000万円ぐらいなくしてしまったらしいんですよ。5000億円です。5000億円なくしてしまったんですよ。確かに5000億円失ったならば、もうそれは死んだくなるのわかるんですけれども、ただ、5000億円失っても、もともと1兆円持ってたわけですから、残り5000億円ですよ。もう、ちょっと僕、5000億円ちょっと、熱が入りすぎてむせましたけれども、5000億円持ってて、もうダメだと思う人って、やばくないですか？はい。というわけなんですよ。ただ、実際にいるってことなんですよね。そういう人は何なのかっていうと、今がどうかではなく、今が、どういう状態かと関係なく、未来に希望が持てなくなってしまったから、おそらく命を絶ったと思うんですよ。で、これ、冒頭に戻ります。今がどんなに辛くても、未来にさえ希望が持てれば、幸福な人生というか、少なくとも夢希望を持ちながら、毎日を、幸せに幸福感を少しかもしれませんけど、幸福感を感じながら歩むことを、人生を過ごすことができるんですよ。なので、ぜひ、今不幸だなとか、自分の人生なんだろうなと思っている方は、夢や目標を見つけるようにしていただければなと思います。そしてこの夢や目標を見つける方法、ちょっと他の動画でも撮ろうとしたんですけども、ちょっとここでも言っちゃいますけれども、夢とか目標を持つにも、やっぱり知識が必要なんだと思います。例えば、何ら知識がない赤ちゃんが夢や希望を持てるかというと、持てないですよね。それは知らないからなんですよ。で、僕自身も、例えばいろんなことをやりたいと思いました。例えば、10年前には、テレビ局を作りたいと思って YouTube を始めました。で、そもそも、テレビ局とかテレビとか YouTube を知らないと、そういった夢を持てないんですよね。なので僕自身はいろんな人と関わって、これから動画時代が来るっていうから、こういう時代が来る、あ、そういう時代が来るんだったらこういうことやりたいっていう風に夢とか希望を持ったからこそ、もうどんなに YouTube で批判されようが、どんなに再生数が伸びなくて、辛かろうが、諦めずに夢や希望を持って行動できるんですよ。で、それは確かに辛いですよ。動画作るのもめんどくさいですし、他も仕事しなきゃいけないし、そんな合間の中で眠くても動画撮影しなきゃいけないし、せっかくそれ撮ったとしても誰にも見られないし、みたいな、もうそれ最悪じゃないですか、その状況って。ただそういう状況でも辛いなと思いながらも楽しいんですよ。ある意味嫌だけれども、未来に希望を持ってるから幸せなんですよ。はい。それは何かって言って、やっぱり夢や希望があるからなんですよね。なので、ぜひ、夢や希望を持つ。で、もし夢や希望がないという方は、知る努力から始めていく。これをやっていただければなと思います。この知る努力については、また明日の動画でお伝えしようと思いますので、そちらの動画も見ていただければなと思います。このチャンネルでは、しなやかで折れない柳メンタルを手に入れて、行動できる、継続できる人を応援する、副業コーチ吉成聡が、毎日、そういうですね、行動継続、習慣というところについて、何かヒントとなるようなものをお伝えしていきますので、この分野にご興味のある方、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また他の動画でお会いできること、また明日の動画でお会いできることを楽しみにしております。本日も最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。